こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーサムアゲイン、好スタートを切りました。エイコンマーチン、この馬も好スタートを切りました。バブルトワイニング、前に行きそうです。オーサムアゲイン、それに続いています。さらにはパーソナリティスコープ、13番アブクマポーロ、その後ろレイディーズディーン、後方からこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオーサムアゲイン、その隣にバブルトワイニング、すぐ後ろにタイムトゥマスク、青の帽子エイコンマーチン、その後ろ好位置をキープしていますアブクマポーロ、並んで15番シャトーンウォン、その外にリンドイン、その隣にサンシャインリボーン、その横にパーソナリティスコープ、ブランドストリート、そのうちに続いています。その隣にダイナマイトミュージック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。エイコンマーチン、まだ粘っています。バブルトワイニング、ほとんど差がありません。オーサムアゲイン、3番手、大外からオレンジの帽子アブクマポーロ、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭、あと 200m アブクマポーロ先頭だ。残り 100m アブクマポーロ先頭。2番手はオーサムアゲイン、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着。2着はオーサムアゲイン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはディアレイ、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはディアレイ、続いてマッハソロン、さらにはライトショット、11番シンフォニーフォワード、その後ろ、それでは先頭からディアレイ先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から先手を取ったのはディアレイ、これに続くのがマッハソロン、内からはバイザキャット、エンドエベレスト、そのうちに続いています。その外にシンフォニーフォワード、シェルトーク、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。アレノプシス、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで13番ステートリック、内からはベルチャーム、さらにはドナバッグ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。このあたりで先頭が変わりました。マッハソロン、2番手はディアレイ、サンライトアイランド、3番手アレノプシス、いい位置です。先頭を捉えにかかります。先頭はディアレイ、ディアレイ先頭、2番手はマッハソロン、追いすがります。さあファレノプシス一気に来た。残り 200m ディアレイ先頭だ。残り 100m ディアレイ厳しいか。ファレノプシスかわす。ファレノプシスもう一伸び。先頭はファレノプシス、1着でゴール。ファレノプシス1着、2着はディアレイ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファレノプシス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。イージーカード前に行きそうです。フレンチバレー、それに続いています。さらにはシリック14番、グラスワンダー、その後ろパラダイスドラマ、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。先頭に戻りましょう。シリック先手を取りました。その隣にサイレントアップ、その横にムタマム、その外にイージーカード、さらにはディバインニース、並んで7番ファインナビア、フレンチバレー、そのうちに続いています。グラスワンダー、後ろからルビーグリーン、そのうちに続いています。その後ろにシャワーシーン、さらにはミルコンダクト、これに続いてパラダイスドラマ、最後方にオールドオン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度6番シリック、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてシリック、サイレントアップ、ほとんど差がありません。3番手にグラスワンダー、絶好の手応え。大外からピンクの帽子、グラスワンダー、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はグラスワンダー、突き放しにかかります。残り 200m、 グラスワンダー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はルビーグリーン、グラスワンダー独走、グラスワンダーぶっちぎりです。グラスワンダー1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭はファストフレンド、ファストフレンド先頭。2番手はエフテーサッチ、ファストフレンド先頭。エフテーサッチ追いすがります。ファストフレンドもう一伸び、ファストフレンド、ファストフレンド1着、2着にはどうやらエフテーサッチ、勝ったのはファストフレンド。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭はメイクエイム、メイクエイム先頭。2番手はゴーイングノバ、追いすがる。さあミュージックリボン一気に来た。残り 200m、 オリーブラック伸びてきた。オリーブラック先頭、マチカネサファイア追いすがります。オリーブラック、オリーブラック1着、2着にはどうやらマチカネサファイア、見事に勝ちました。オリーブラック。
さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立ったラスカル鈴鹿、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 ラスカル鈴鹿先頭、2番手はペインテッドブラック、ラスカル鈴鹿1着、ラスカル鈴鹿完勝、ラスカル鈴鹿1着、2着はペインテッドブラック。これは桁外れの強さだ、ラスカル鈴鹿。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は石野サンデー、石野サンデー先頭、2番手はサイレントハンター。残り 200m、 先頭はサイレントハンター。残り 100m、 エモシオン抜けた、サイレントハンター追いすがります。エモシオン、エモシオン1着、2着にはどうやらキングヘイロー。まずは前哨戦を制しました、エモシオン。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあ直線に入りました、これからの勝負。先頭はサイクルホワイト、サイクルホワイト先頭、2番手はサイクルホワイト、サイクルホワイト差し返すか、あと 200m、 先頭はサイチエアデール、ピースプロミス必死に追いすがります。ピースプロミス追いすがります。サイチエアデールもう一伸び、サイチエアデール、サイチエアデール1着、2着にはどうやらピースプロミス。1番人気に応えました、サイチエアデール見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは織姫ブーケ、あと 200m、 先頭は織姫ブーケ。一気に捉えるか、飛行機雲、飛行機雲、先頭内から一気に進行スプレンダー、飛行機雲、飛行機雲、1着、2着にはどうやらエイシンピース、見事に勝ちました。飛行機雲、進行スプレンダー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠のノーブルバイオゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。光ルーファス前に行きそうです。名声オペラそれに続いています。さらには進行ウィンディー、7番プレザントクラフト、その後ろマキバサイレント、後方から先頭に戻りましょう。光ルーファス先手を取りました。その後ろからはプレザントクラフト、名声オペラ、好位をキープ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の名声オペラ現在先団です。バトルライン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。光ルーファス先手を取りました。少し離れて東洋シアトル続いています。好位置をキープしています。名声オペラ、プレザントクラフトすぐ後ろ並んで、12番進行ウィンディー、バトルライン、そのうちに続いています。その外にテンパイ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として2番光ルーファス、2番手は東洋シアトル、3番手に名声オペラ、絶好の手応え、名声オペラ B1 です。さあここからどうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、光ルーファス先頭、差はほとんどありません。2番手は東洋シアトル、追いすがります。あと 200m、 光ルーファス先頭だ。残り 100m、 一気に名声オペラ、やはり強い。名声オペラ、名声オペラ、名声オペラ、1着、2着にはどうやらウィングアロー、名声オペラ1番人気に応える見事な G1 勝利です。